みなさんこんにちは。骨からフル整形43000万円課金のりちゃんです。今日のテーマは顎の筋肉と脂肪を削ぎ落とすことにしたです。皆さんは骨切り後の顎のたるみが気になる、骨を限界まで切っても顎のボリュームが気になる、梅干しじわが気になる、そういった悩みはありませんか？まだ馴染みのない整形なので、え、どういうこと？ってなるのが普通だと思うので、1、術法、2、他クリニックとの違い、3、注意点を説明していきます。皆さんも動画を見ながらこの手術に関する質問などあれば、ぜひコメントに書いて情報を共有してください。それでは顎の筋肉と脂肪削ぎ落とすことにしたスタートです。1、術法、切開の位置はこちらです。ここら辺ですね。同じ顎下でも首との境目は顎下、顎先は顎前という位置づけになります。術法は写真を使って説明していきますが、分かりにくいのでモザイクなしが見たい方は最後に説明する個別 DM の件を理解してからお問い合わせください。1、顎下に 7.5 センチ切開線を入れていきます。傷跡はこの位置です。2、脂肪と筋肉を書き出します。私の場合は限界までとお願いしたので、もう骨が丸見えでした。3、筋肉を縛る。4、余った皮膚を切除して縫合。こんな感じの内容になります。2、他クリニックとの違い。仲良しのフォロワーさんと情報交換したところによると、似たようなことやってるっぽい先生もいるんですけど、私がやったクリニックと違う点が2つあって、1、筋肉を縛るだけのパターン。縛った筋肉のところにボリュームが出てしまって、顎先が出たデザインにどうしてもなってしまいます。2、脂肪吸引だけする。吸引だけだと大して量が取れない、たるみそうかなって思います。私がやったクリニックは顎の肉も脂肪も開いて削ぎ落としてたので、もうがっつりボリュームを減らせます。もちろん多少顎先出したいんだったらカウンセリングでデザインの相談は可能です。で、別に回し物ではないので他のクリニックで全然いいと思うんですけど、顎のもっこり感切除と梅干しじわに効かせるには私がやった方法じゃないとダメかなと思うので、単位でやるにしてもここに気をつけてください。3、注意点。注意すべき点が4つあって、1、しびれや麻痺は半年は覚悟するべき。2、術後顎先の横がぷくっとなる期間が長い、その部分は最終的にジョールファットという脂肪吸引や顔を引き上げる効果のある糸リフトなどのメンテナンスも必要になる可能性があります。 3、 7.5 センチの切開線ができる。これに関しては下から見られることなんてないし、私は普段から化粧で隠してません。この感じです。 4、 顔のバランスが変わってパーツのお直しをしたくなる。私の場合がっつり短く小さくなったので、鼻を短くしたくなって、この前鼻のフル整形4回目してきました。はい、以上になります。実は術後3ヶ月目に、まあ、さもこれから手術するかのようにこの動画を撮ってます。仕上がりのビフォーアフは他の SNS ですでに見せてて、かなり変化あってびっくりされるんですけど、私の中でこのランキングは変わってしまうぐらい大満足整形になりました。次回からダウンタイムの様子を流していくので、ぜひ見てください。 Twitter と Instagram は毎日更新してるのでフォローお願いします。インスタではライブやストーリーで質問返しもやってます。 Twitter と Instagram では一応しっとりなど個別対応は受け付けてはいますが、その際はプロフィールの概要欄よくご覧になってからメッセージ送ってください。公式 LINE では毎日有益動画配信中です。こちらの動画もよかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、今後企画にしてほしいものや感想、何でもコメントお願いします。見てくださってありがとうございました。またねー。